はい、こんにちはレトスのの野です個別指導の1月割引価格はえ今日までとなってしまいます明日になってしまうと個別指導値上げになってしまいますので今年絶対合格したいという方は個別指導で理解学習を実践してしっかり本試験で点数取れるような実力をつけて今年絶対合格しましょう。 そして独学の場合だと調べるっていうような理解学習を行うのにすごく時間かかっちゃうんですよで今から理解学習を実践しようとしてもなかなかもう残り、えー、9か月ぐらいしかないわけですよね試験直後に勉強もう理解学習の、ね、勉強を始めてるっていうのであればまだ模索する時間っていうのはあるんですけどももうこの時期になってくるとですね待ったなしで理解学習を実践していかないと間に合わないんですね 単に一回だけ勉強したら頭に入るっていうような内容ではないんですよ。達検っていうのは。やはり3回、4回と復習して頭に入ってくる内容なので、正直今から理解学習を研究して模索していくっていうやり方だと、もう正直間に合わないんですね。で、結果的に多くの方が丸暗記学習になって、過去問の点数は上がるけれども、本試験の点数は上がらない。合格点マイナス1点、2点で毎年落ちてしまう。もうそういった方がもう非常に多いんですよ。 で個別指導であれば、もう効率的に理解学習が実践できるプログラムになってますので、今からでも十分間に合います。毎年この時期から受講していただいている方も合格していってますんで、今年絶対合格して、今年の12月の合格発表の時に一緒に喜びましょう。え個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。では、問1に入ります。副児の所有者は、異業児の所有者に代償を支払えば、 事故の意思のみによって通行の場所及び方法を定め、異尿地に通路を開設することができる、ルか×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文を確認ください。で、答えは×です。え今日の問題っていうのは、ここ2日間ぐらいの復習になりますね。まず、異尿地っていうのは、袋地を囲んでいる土地のことです。そして、袋地の所有者は、通行方法について、 いいに,に最も損害が少なななな方法でで通行しなければならないんですねつまり、袋状所有者の意思で通行場所とか方法を決めることはできません。また、お金を払えばいいっていう問題でもないんですね。よって誤りだということです。で、これは昨日の動画の原則にあたります。じゃあ、例外はどうなのかと。すっと頭に出てこない方は、まだまだ理解学習不足です。 こういった場合はこういったルールを使うというような具体例が頭に入ってないと本試験で頭が真っ白になってしまうんですね理解学習をしてやっと真の実力っていうのがつくんですよ上辺だけの学習では本試験では立ち位置できませんのでわからなかった方は再度ぜひですね昨日の動画を復習しておきましょうで昨日の動画はこの動画の最後にリンク貼っておきますのでそちらからもご確認いただけますで続いて問い2に入っていきます 宅建業者 A が自ら売り主として、宅建業者でない B と、建築工事完了前のマンション、代金3000万円の売買契約を締結した場合、A が B から手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、B はこの手付金の支払いを拒否することができる、丸かツかという問題です。まず、売り主は宅建業者。 買い主はは宅建業者ではありませんしたがって、まあ、発ッ制限の適用があるんだということですね。で、建築工事完了前って書いてありますので、これは未完成物件ということですね。ということは、手付金等が代金の5%を超える場合、保全措置が必要になります。じゃあ、代金の5%っていくらかっていうと、代金3000万円なので、5%は150万円ですよね。 150万円を超える手付金等を受領する場合、事前に、まあ、事前にっていうのはこれ、えー、受領する前ってことですよ。手付金等を受領する前に保全措置が必要だと、まあ、いうことになります。で、今回の問題、600万円を受領する場合ですよね。で、この600万円について、保全措置を講じていないんですよね。で、この場合は、買い主 B っていうのは保全措置していないなら、手付金払いませんよと、支払いを拒否することができます。 まあ、従って丸になるということですね。で、個別指導では関連ポイントも一緒に解説していきます。で、関連ポイントも一緒に勉強することで、頭がごちゃごちゃにならないようにするんですね。つまり、まあ、整理をしていくっていうことです。勉強を重ねていくと、知識がどんどん増えていくので混乱していくんですよ。それを防ぐために関連ポイントを一緒に学習して、整理をしていくんですね。まあ、これも効率的な勉強法の一つなので、 ぜひですね、独学であったとしても、予備校を通っている方だとしても、もう自分自身でね、整理できるようにしていきましょう。で、個別指導の受講者さんについては、関連ポイント。まあ、あの、関連する問題ですね、をプラスアルファで追加しています。なんで、そちらもですね、受講者専用のメルマガでご確認いただければと思います。ここで一つお知らせがあります。弊社レトスの個別指導は、忙しくて時間が作れない方、暗記が苦手な方、そもそも勉強が苦手な方、 そういった方でも無理なく無駄なく効率的な勉強法を実践することができたった6か月で達見合格を目指せるサービスとなっております計画表の作成サービス1ワ1の計画の進捗管理サポートサービス24時間365日質問し放題サービス効率的な勉強法である理解学習を実践できる教材これらを使ってあなたは周りの人よりも いち早くく合格に近づくことができますもし次の試験で絶対達見合格したいそう思っているのであれば是非個別指導をご検討ください個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認くださいまた左上のボタンでも個別指導の概要動画を見ることができますあなたの事講をお待ちしておりますでは動画の続きをどうぞで土井さんです都市計画のの決定またはは変更の提案は 当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権または借地権を有しているもの以外は行うことができない。まるか罰かという問題です。で答えはこれツですね。都市計画の決定または変更の提案というのは提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の所有権者、借地権者以外であったとしても都市再生機構だったりとか 住宅供給公社だったりとか、あと NPO 法人とか、まあそういったところも行うことができるんですね。つまり今回の問題は所有権または借地権を有しているもの以外は計画の決定だったりとか変更の提案を行うことができないって書いてあるので、これは誤りだということですね。で、都市再生機構とか住宅供給公社、まあこれはですね、まあ細かい部分までは覚えなくても大丈夫です。あくまでも所有権者、借地権者以外であったとしても都市計画の決定だったりとか、 変更とかの提案ができるんだということが頭に入っていれば問題ございませんそして個別指導の1月の限定価格っていうのは今日までとなります明日になりますと値上げになってしまいますので今日の夜中の12時までにぜひお申し込みくださいでお申し込みはこの動画の下の概要欄に、えー、お申し込みページ貼っておきますまた個別指導の概要っていうのはこちらの右側の動画ですねこちらをご確認くださいそして左側の動画は 問い位置の引用地通行権の動画解説になりますので、今日の問い位の例外部分が頭にすっと思い浮かんでこなかった方は、ぜひ再度ご確認ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。